こんにちは、ベリアルサービスです。今回はベリアルマフラーの中でも一番ややこしいストリートマジックのブレーズチャンバーの作り方をご紹介しましょう。ベリアルサービス整備班の班長を呼んでいるので詳しく聞いていきましょう。今日はよろしくお願いしまあ、よろす。しくお願いします。班長のスグル2世です。お願いします。はい、お願いします。ミスターエクスデーです。これは、コンターマシンで鉄板をカットしているところですね。開き線の外側を丁寧に切っていきます。なるほど。内側を切ると容量が変わるんで、性能に影響しますんで、丁寧に切っていきます。なるほど。これは叩いてるよね。叩いて、まあ、大枠、深淵に近い曲げ加工ですね。これは？最後の三角の三部角。分ですね。気温によって、まあ、硬さも変わってきますので、先っぽの方が硬いんですよね。して、次は？端と端を止めていきます。仮付けは、まあ、本付けに影響出ないようにティグ溶接を使っています。して、で、本付けやね。本付け。まあ、熱のかけ方、あと距離ですね。あと縞模様の出具合とか、あと季節によっても火の温度を変えてます。そっか。季節によって違うもんね、温度そうですが。ね。冬は鉄板って硬くて、焼けにくいので、なるほど。その辺を微調整しながら作っています。次は三角の長距離ですね。長距離の溶接。これも難しいね、これも。そうですね。これは、途中で穴が開かないように、ね、1ミリっていうそうや薄いね。鉄板ですので、穴が開いたら棒で埋めやなかもね。そうです。そうすると最後の仕上がりにこう差が出てきてしまう。焼け色もおかしくなるしね。ここからが、叩き直しというか、より深淵に近づけていく。これってのこいううちに叩いてるよね。鉄は熱いうちに打てという言葉があるので、熱いうちは柔らかい。これすり合わせやね。振り合わせですね。平らにして仮付けをしやすくしています。ここからがもう本日のメインイベントと言ってもこれはいいテーぐらい。パー同士をつないでるから、さっきのすり合わせのところがね、ちゃんとできてなかったら難しいよね、ここ難の。しいです。あとセンターに来るように仮付けしていかないと、深淵に近づかないので、排気ガスもね、流れが悪くなってしまいます。中でね、段差ができるとね。何倍速にして早いね。早いですね。これぐらいで作業したいところですが、失敗するといけないので、まあ、いつものスピードでやっています。まあ、丁寧にですね。一個ずつ合わせていかんとあかんもんね、これ。で、ここ注目なんですけど、サイレンサー以外の部分でも、こうグラスウールを入れて、消音に役立てています。通常と放送って違うの？グラスウール。もう、配圧が全然違いますので、全然違うウールを入れてます。50cc の2ストロークと、4ストロークの 125cc では、全く違います。これが一番太い部分ですね。そう太やい部分での深淵出すのは、親指で押さえながら丁寧に。ここからが本付これけがなん本ね。付けですね。まあ、その仮付けの良し悪しがもう出てきますので。そうだね。ここでちゃんと仮付けできてなかったら綺麗に溶接できないもんね。そうですね。回し方は、こう、回し出すと、わかりやすく言うと、
縮んでいくんですね、はいはい、熱膨張しながら溶かしているんで、それが冷えた時に縮みます。まあ、引っ張られて歪みが出るという感じかな、ね、最初は深淵に作っても溶接すると卵型になっていくんで、ここはあえて半周だけ、うん、半周だけ回します、うん、で次のもう一段下の段で残りの半周を回していくという、はい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 、なるほど。それによって、深淵を保てます。うん、まあ、いろいろノウハウがあるんやね、こういうの。そうですね、もうマフラー作り、マフラー生活25年、うん、はい、やってきてますので、なるほど、はい、その辺のノウハウはこう蓄積して役立てています。あ、そうやね、焼けも均一にできるもんね。そうですね、うん、この縞模様も魅力の一つですよね、チャンバーの ね、 うん、確かに。これで残りの半周をしたところで、うん、深淵が保てると。あ、それを互い違いに溶接して全周溶接していくって感じかな。はい、はい、そうです、うん、で奥にも見えると思うんですけども、うん、奥の、 あの部品と後でまた仮付けの作業が入りますので、はいはいはい、そこでもあの綺麗に深淵のままこう歪んでしまうと合わせるのが大変やからね。もうこれを修正するのはね、至難の業でして、ね、時間がかかるからね。はい、そのベアリング回ってるやんか、はい、これは、あ、これはね、レースとかで使い終わったベアリングを2つ並べて、真ん中を溶接してくるくる回る。ほんでベアリングくださいっていつも、ね、なぜ整備終わったの、なぜかベアリングが欲しいという、そういうことか。私たちはあのくるくるマシンと呼んでるんですけど、くるくるマシン、はい、うん、まあ、いいくるくるマシンを持ってる人がいい溶接ができると、うん、あ、はい、そういう伝説もあります。なるほど、まあ、引きずりの傷もつきにくいしね。そうですね、うん、こだわってますね。いや、もう長年やってますので、うん、はい、まあ、少しでもね、こう日々進化して、じゃあね、ね、ユーザーの皆さんに喜んでもらおうかなと。うん、これ半完成品やね。はい、これは部品をちょっと並べたとこですね。なるほど、はい、フランジ、パイプ、はい、スプリングフック、うん、そして専用のジグで、うん、全てを引っ付けた状態ですね。この状態でバイクに取り付けれます。なるほど。これが塗装前の状態です。はいはいはい、はい。そして、これが塗装した後の、なるほど、耐熱クリア塗装ですね。焼けがもう均一やね。ありがとうございます。これで、まあ、ストリートマジックの完成となります。ああ。なるほど。よくわかりました。はい、まあ、詳しくは、ホームページで、うん、価格や仕様などをご覧いただければ嬉しいなと思います。一品一品こだわりを持って、うん、お客様の顔を思い浮かべながら、うん、作っていますので、なるほど、その辺もよろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。また次回会いましょう。バイバーイ。